はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、桜町のボスステージ289時を奪うね、こちらやっていきたいと思います。しかも250秒以内にクリアして隠しルートを解放したいと思います。今回使っている妖怪はこんな感じですね。特に特別な妖怪は使っていないです。ポイントはね、おねむの精ですね。まず最初におねむの精の必殺技ゲージを貯めます。そして時を奪うねにピンを刺しておいて、海馬が出てくる前におねむの精の必殺技を出して時を奪うねサボらせます。これでね、10秒間ぐらい結構な時間サボるので、ここで一気に攻め込みます。これをやっておかないとね、結構ね、厄介なんだよね。このレベルを吸い取られるとね、結構なかなか反撃しにくいので、サボらせておきの時間稼いどいて必殺技を出していくという作戦ですね。そしてフィーバータイムに入って、あとは椿姫、ルシニャン、順番に必殺技を出せば多分ね、倒せるんじゃないかと思います。そうしないとね、出てきた海馬に関わっているとね、ちょっと持久戦に持っていかれてやられてしまうことがあるので、このサボらす作戦いいです。今回みたいにね、あまり強い妖怪使っていないですけども、このまだ少しライフは減ったぐらいでクリアすることができました。さあ次は第二形態、すべてを奪うねですね。こちらもね、左右に出てくる手には特にとらわれず、もう真ん中にピンを刺して攻撃していってしまうのがいいかと思います。これもね、できればサボらしておいて時間稼いでおいて必殺技ゲージ貯めて打ち込むというパターンが結構いいですね。まあ、このすべてを奪うねのポイントとしては、時を奪うねでいかに体力を消耗せずに倒して、このすべてを奪うねにね、体力を持ってこれるか、そこに限ると思います。すべてを奪うねに挑戦したときに、まあ3分の2ぐらい体力があれば十分勝てるかと思います。さあひたすら一つずつゲージを貯めて、ここで回復オイラン出します。ああ弱体化されましたね。まあここまで倒しておけばオイラン弱体化しても回復しなくてもなんとかいけるでしょう。一応ね、今回椿姫とオイラン回復系2体入れました。一応ね、2体入れておいた方が安全かなという気はしますね。さあ武士ね、さあ行ったかな、もう一息ですね。さあこれでクリアです。さあ時間の方がどうなんだろう、250秒はねかかっていないと思います。さあ倒しました。さあアイテムがもらえましたね、5つ星コイン、これは嬉しいよね。さあ250秒以内クリア達成で隠されたルートが解放されました。さあどんどん進めていきたいと思います。皆さんはね、どんな妖怪で時を奪うね挑戦しましたのでしょうか、コメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。